平野翔からのラインを待ちながら、岸優太の暑さ対策を実践してみた結果、岸優太からのラインで真夏の暑さ対策。これで涼しく過ごす秘訣を学ぼう。真夏の暑さが厳しい日々が続いていた。岸優太からのラインが届いたのは、そんなある日のことだった。彼のメッセージには、暑さ対策についてのアドバイスがたくさん詰まっていて、私たちファンにとってはまさに救いの手だった。 岸君の言葉は、まるで涼しい風が吹き抜けるような心地よさをもたらしてくれた。岸君が教えてくれた暑さ対策の中でも、特に印象に残ったのは、塩分と水分の補給の重要性だ。暑さで汗をかくと、体内の塩分が失われやすくなる。そのため、ただ水を飲むだけではなく、適度に塩分を摂取することが大切だという。実際、 暑い日の外出前にはスポーツドリンクを持参するようになった。これだけで体のだるさが軽減されるのを感じる。また、寝るときの工夫も興味深かった。岸君は暑い夏でもしっかり布団をかけて寝ることが大事と教えてくれた。冷房を強めにして布団をかけて寝ることで体温調節がうまくいくのだという。実際に試してみると、確かに冷房だけでは冷えすぎてしまうことがあるが。 布団をかけることで心地よい温度を保てるようになる。朝起きた時に布団がどこかに行ってしまっているのはご愛嬌だが、それでもぐっすり眠れるようになった。岸君からのラインには、彼自身が最近見つけた暑さ対策の議員も紹介されていた。それは、タオルケットではなく、薄手の羽毛布団を使うこと。タオルケットは軽くて涼しいと思われがちだが、実は体温調節が難しいことがある。一方、 薄手の羽毛布団は適度な保温性があり、快適な眠りをサポートしてくれる。実際に試してみたところ、確かにタオルケットよりも羽毛布団の方が快適だった。そして、何よりも嬉しかったのは、岸くんのメッセージから感じられる彼の思いやりだ。忙しい仕事の合間を縫って、私たちファンのためにこうしてメッセージを送ってくれることに感謝の気持ちでいっぱいだ。岸くんもまた、 私たちと同じように暑さに悩まされながら、それでも元気に過ごしていることが伝わってきて、私たちも頑張ろうという気持ちになる。次に LINE を送ってくれるのは、平野翔くんだ。彼もまた、ファンを大切に思っていることが伝わるメッセージを送ってくれるだろう。翔くんからのメッセージが届くのを楽しみにしながら、岸くんからのアドバイスを実践して、暑さ対策を続けていこうと思う。岸くんの LINE を受け取ってから、 私は自分の日常を見直すようになった暑さ対策だけでなく、体調管理全般に気を使うようになったのだ。例えば、毎日の食事に気を配り、バランスのとれた食事を心がけるようになった。特に夏場は、体力を維持するために栄養価の高い食品を選ぶことが大切だと実感した。冷たい飲み物やアイスクリームが恋しくなる季節だが、それだけでは体が冷えてしまうこともある。 温かいスープやお茶を取り入れることで、体の内側から温めることができる。また、適度な運動も欠かせない。暑い日には、外での運動は控え、室内でできるストレッチやヨガを取り入れるようになった。これなら、暑さに関係なく続けることができるし、体もリフレッシュできる。岸くも忙しい中で体調を崩さないように、こうした工夫をしているのだろうと想像すると、ますます彼のことが尊敬できる。 さらに、睡眠の質を高めるための工夫もしている。岸くんが教えてくれた通り、適度な冷房と布団の組み合わせはもちろん、寝る前にリラックスする時間を作るようになった。スマホやテレビから離れ、本を読んだり、音楽を聴いたりすることで、心身ともにリラックスできる。これによって、深い眠りにつくことができ、翌日の疲れが取れやすくなるのだ。 岸くんのメッセージが私たちに与えてくれた影響は大きい。彼のアドバイスを実践することで、日常生活がより快適になり、健康的に過ごすことができるようになった。そして何より、彼の思いやりに触れることで、心が温かくなる。ファンであることの喜びを再確認し、彼に感謝の気持ちを伝えたいと思う。次のメッセージを送ってくれる翔くんも、きっと素敵なアドバイスをくれるに違いない。 彼のメッセージが届くのを楽しみに待ちながら、岸くんからのアドバイスを活かして、この夏を乗り切ろうと心に決めた。岸くん、ありがとう。あなたの言葉が私たちにとってどれほど励みになるか、これからもずっと応援しているよ。この夏は、岸くんのアドバイスを胸に、健康第一で過ごそうと決めた。毎日の暑さに負けず、体調管理をしっかりとして、元気に過ごすことが大切だ。 岸くんのように、忙しい日々の中でも自分を大切にし、ファンを思いやる気持ちを忘れないようにしたい。そして、私たちもまた、彼を応援することで彼にエネルギーを届けたいと思う。岸くんからのラインが届いた日から、私の日常は少しずつ変わっていった。暑さ対策を意識するようになり、体調管理にも気を使うようになった。彼の言葉が、 私たちファンにとってどれだけ大きな影響を与えているか、改めて感じることができた。そして、次にメッセージを送ってくれる翔くんからも、新たな気づきやアドバイスを受け取り、さらに充実した日々を送れるようになることを期待している。夏の暑さは厳しいが、岸くんや翔くんのようなアイドルの存在が、私たちにとっての清涼剤となる。彼らのメッセージが、私たちの心に涼しい風を送り込み、 元気を与えてくれる。その存在に感謝しながら、これからも応援を続けていこうと思う。岸くん、翔くん、そして他のメンバーたちも、暑さに負けずに頑張ってほしい。私たちファンも、彼らのことを思いながら、この夏を元気に乗り切っていこう。そして、岸くんからのラインが届いてからというもの、私はより一層彼のアドバイスに従いながら日常を過ごすようになった。例えば、 塩分と水分の補給を意識することはもちろん、体調管理のための新しいルーティンも取り入れた。朝起きたらまず一杯の水を飲むことから始め、その後に軽いストレッチをする。これだけで一日の始まりがすっきりとし、気分もリフレッシュすることができる。また、食事面でも変化があった。暑い夏はどうしても食欲が落ちがちだが、岸君のアドバイスを参考に。 栄養バランスの良い食事を心がけるようになった特にビタミンやミネラルを多く含む野菜や果物を積極的に摂取するようにしている。これにより体調が良くなるだけでなく肌の調子も良くなってきた。岸くんの言葉が私にとっての健康の指針となっている。睡眠の質を向上させるための工夫も欠かさない。岸くんが言っていたように。 冷房と布団のバランスを取ることは非常に重要だと実感した。寝る前にはリラックスするための時間を確保し、本を読んだり、アロマを焚いたりして心地よい環境を整える。これにより、深い眠りにつくことができ、朝起きた時の疲れが取れやすくなるのだ。さらに、私は友人や家族にも岸君のアドバイスを共有し始めた。彼の言葉がどれだけ私たちにとって有益であるかを伝えることで、 周りの人々も同様に健康管理に気を使うようになった。みんなで岸君の言葉を実践することで、夏の暑さに負けずに元気に過ごせるようになったのだ。そして、待ちに待った紫輝君からの LINE が届いたとき、私は再び心が温かくなるのを感じた。彼のメッセージには、さらに新しい暑さ対策や体調管理のヒントが詰まっていた。例えば、翔君は、 適度な運動と休息のバランスが大事と語っていた。忙しい日々の中で運動を取り入れることで、体力を維持しつつ、休息をしっかりと取ることが重要だという。翔くんのメッセージを受け取ってから、私は毎日の生活に新しいルーティンを加えた。仕事や家事の合間に短い散歩を取り入れることで、リフレッシュする時間を確保するようにした。また、夜にはリラックスするためのヨガを行い、 体と心をリセットすることを心がけているこれにより、ストレスが軽減され、より健やかな日々を過ごすことができるようになった。翔君のアドバイスに従っていると、彼の思いやりや優しさが伝わってくる。彼もまた、私たちファンの健康を気遣い、自分自身も同様に努力していることが感じられる。彼の言葉が私たちにとってどれほど大きな励みになるかを改めて実感し、 私たちも彼を応援することでエネルギーを届けたいと思う。さらに、翔くんは、リラックスするための時間を大切にすることの重要性も教えてくれた。忙しい日々の中で、自分自身をリセットする時間を確保することが、心身の健康にとって非常に重要だという。私はこのアドバイスを実践するために、毎日の中で少しでもリラックスできる時間を作るように心がけている。例えば、 好きな音楽を聴いたり、趣味に没頭したりすることで、ストレスを軽減し、リフレッシュすることができる。岸くんと翔くんからのアドバイスを受け取ってから、私の日常はより充実したものとなった。彼らの言葉が、私たちファンにとってどれだけ大きな影響を与えているかを改めて感じ、感謝の気持ちでいっぱいだ。これからも彼らのアドバイスを参考にしながら、健康的な生活を続けていこうと思う。 そして、彼らのメッセージを受け取るたびに、私たちファンは元気と勇気をもらっている。岸くんや翔くんの存在が、私たちにとっての支えとなり、日々の生活をより豊かにしてくれる。その感謝の気持ちを胸に、私たちもまた、彼らを応援し続けていきたい。夏の暑さはまだ続くが、岸くんと翔くんのアドバイスを実践しながら、健康第一で過ごしていこうと決めた。 彼らの言葉が私たちにとってのガイドとなり、元気に日々を過ごすための力となっている。これからも彼らのメッセージを大切にしながら、私たちもまた、彼らを応援し続けていこうと思う。岸くん、翔くん、ありがとう。あなたたちの言葉が私たちにとってどれほど大きな励みになるか、これからもずっと応援しているよ。こうして、私たちの夏は、 岸くんと翔くんのアドバイスによってより健やかで充実したものとなった。彼らの思いやりと優しさに感謝しながら、私たちもまた、自分自身の健康を大切にしていきたい。そして、彼らを応援することで、彼らにエネルギーを届けることができるよう、これからも努力を続けていこうと思う。岸くん、翔くん、そして他のメンバーたちも、暑さに負けずに頑張ってほしい。私たちファンも、 彼らのことを思いながら、この夏を元気に乗り切っていこう。これからも岸くんと翔くんのアドバイスを胸に、健康第一で過ごしていくことを誓う。彼らの言葉が私たちにとってどれほど大きな影響を与えているかを感じながら、私たちもまた、彼らを応援することでエネルギーを届けたい。そして、次に彼らからのメッセージが届くのを楽しみにしながら、日々を元気に過ごしていこうと思う。岸くん。 翔君、くん、ありがとう。あなたたちの言葉が私たちにとってどれほど大きな励みになるか、これからもずっと応援しているよ。